皆さんおはようございます。6月の7日日曜日の朝、共に祈りをお捧げをいたしましょう。主よ、私たちの口を開いてください。栄光は父と子と聖霊に、主を褒めたたえましょう。夜は去り、新たな日を迎えました。心と思いを一つにして、共に祈りましょう。私たちは、この新しい一日を、あなたの賜物として喜び過ごします。神よ、どうか私たちと共にいてください。あなたの光によって私たちの心をあなたへの愛で燃え立たせてください。アーメン。詩編第86編8節から13節、1節ずつ交互に唱えます。主よ、神々のうちであなたに並ぶものはなく、あなたの御業に比べられるものはない。あなたは偉大、不思議な御業を行われる。あなたの他に神はいない。主よ、私の神よ、心を尽くして感謝を捧げ、常しえに皆を称える。栄光は父と子と聖霊に、初めのように今も、世々に限りなく、アーメン。イザヤ第一の歌。見よ、神は私たちの救い。私たちは信頼して恐れることはない。あなた方は喜びを持って、救いの井戸から水を汲む。その御業を多くの民に伝え、皆のあがむべきことを語り継げよう。シオンに住む者よ、声を上げて喜び歌え。イスラエルの聖者は、あなた方のうちで大いなるものであると。栄光は、父と子と聖霊に、はじめのように今も、世々に限りなく、アーメン。今朝の聖書朗読は、ヨハネによる福音書第17章、1節から11節です。イエスはこれらのことを話してから、天を仰いで言われた。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すようになるために、子に栄光を与えてください。あなたは子にすべての人を支配する権能をお与えになりました。そのために、子はあなたから委ねられた人すべてに、永遠の命を与えることができるのです。永遠の命とは、唯一の誠の神であられるあなたと、あなたの使わしになったイエス・キリストを知ることです。私は、行うようにとあなたが与えてくださった技を成し遂げて、
地上であなたの栄光を表しました。父よ、今見前で私に栄光を与えてください。世界が作られる前に、私が身元で持っていたあの栄光を、世から選び出して私に与えてくださった人々に、私は皆を表しました。彼らはあなたのものでしたが、あなたは私に与えてくださいました。彼らは御言葉を守りました。私に与えてくださったものは皆、あなたからのものであることを今彼らは知っています。なぜなら、私はあなたから受けた言葉を彼らに伝え、彼らはそれを受け入れて、私が身元から出てきたことを本当に知り、あなたが私をお使わしになったことを信じたからです。彼らのためにお願いします。世のためではなく、私に与えてくださった人々のためにお願いします。彼らはあなたのものだからです。私のものはすべてあなたのもの。あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもはや世にはいません。彼らは世に残りますが、私は身元に参ります。聖なる父よ、私に与えてくださった皆によって、彼らを守ってください。私たちのように、彼らも一つとなるためです。今日は、教会の暦では、三位一体主日と呼ばれる、祝日の一つということになっています。ところで、今世紀に入ってから神学者たちの間ではこの三位一体というキリスト教の伝統的な教義について、積極的な見直しが行われています。この神学の伝統の中で三位一体の神というのは永遠から永遠に至るまで決して変わることのない存在だというふうに主張されてきました。この、神は変化しないと主張した神学者たちは、変化を、不完全さの証拠だとみなす、アリストテレスの哲学とか、あるいはプラトンの哲学の価値観をそのまま受け継いでいるということができます。しかし、旧約聖書や新約聖書に現れる神のイメージは、神は変化しないという主張が出てくるようなものではどうもなさそうです。キリスト教の信仰は、世界は永遠に存在していたのではなくて、神によって創造されたものだ、そう主張します。それは同時に、世界には存在しない時があったという告白でもあります。これに対して、神は時が存在しない時から存在しておられます。しかし神は時が存在しないある時に世界を創造するという決断をなさいました。これは愛である神の中に変化が起こったということを意味しています。さらに神はご自分が創造されたその世界の中に神を探し求める存在、それを聖書は神の形というふうに呼んでいますけれども、神の形としての人を作るということをも決断されました。神が世界を創造し、その中に住む人を創造されたとき、神はまさに新しい何かをそこで始められたのです。
そして新しいことを始めるということは、その決断は常に変化があるということです。世界を創造し、神の形に人を作られた、創造された神は、そのご自分が作られた世界の信仰を再び変えるために、それを完成へと導くために、今度は新たにイエス・キリストを使わすという決断をなさいました。こうしてみると、世界を創造し、神の形に人を作り、そして世界の救いのためにイエス・キリストを使わされた神は変化する神だということがますます明らかになると思います。失礼しました。そしてこれは悲しむべきことではなくて、とても喜ばしいことです。私たちの日々の生活の中にある喜びも悲しみも楽しみも苦しみも、それはすべて変化です。そして私たちが変わることができるのは、愛をもって神がお与えになった自由があるからです。自由のないところには変化はありません。神は自由であり、愛であり、それゆえ変化することのできる存在だからこそ、変わり続ける世界の中で、喜び、悲しみ、泣き笑い、楽しみ、そして苦しむ私たちの命を、イエス・キリストを通して、ご自分のものとして引き受けられたのです。そして神はイエス・キリストを通して始められた世界を完成へと導く変化のプロセスの中に私たちを巻き込みます。それは聖霊の働きです。ですから、おそらくクリスチャンという生き方はこのように表現することができるでしょう。それは変化する三位一体の神が展開する天地創造とその完成というドラマの中に巻き込まれて生きることだ。それがクリスチャンという生き方だということができると思います。この三位一体の神が展開するドラマの中に巻き込まれて生きる、その恵みと祝福に私たちが感謝するものでありたいと心から願います。そしてこの祝福の中にさらに多くの人たちを巻き込んでいくものと私たちをしてくださるように共に祈りたいと思います。それでは使徒信教をもって私たちの信仰を共に告白しましょう。私は天地の作り主、全能の父である神を信じます。またその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから主は生きている人と死んだ人とを裁くために来られます。また聖霊を信じます。聖なる公会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。主よ、憐れみをお与えください。主よ、憐れみをお与えください。天におられる私たちの父よ、
皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り、地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。主よ、主の慈しみを示し、主の使い人に義をまとわせ、主の民を救い、主の平和を今の世に与え、主の道をあまねく地に知らせ、主よ、私たちのうちに清い心を作り、主は皆さんと共に祈りましょう。永遠に増す全能の神よ、あなたはしもべらに恵みを与え、まことの信仰をもって栄光ある三位一体の神を崇めることができるようにしてくださいました。どうかこの信仰に固く立って生き、すべての災いに打ち勝つことができますように、父と聖霊と共に一体であって、世々に生き支配しておられる、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。恵みのため、天の父、永遠に増す全能の神よ、今朝まで私たちを無事に過ごさせてくださったように、今日一日も御手のうちにお守りください。罪に陥らず、危険にも遭わず、絶えず主の導きにより、御心にかなう行いができますように、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。導きのため、永遠の父なる神よ、あなたは私たちを御力によって作り、御恵みによって救ってくださいました。どうか聖霊によって私たちを強め、導いてください。私たちが自らを捧げて主に仕え、共に主の愛のうちにこの日を過ごすことができますように。御子主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。それでは、短い沈黙のうちに祈りをお捧げいたしましょう。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが私たちと共にありますように。アーメン。それでは皆さん、今週も良い一週間をお過ごしください。突然夏のような暑さになってまいりましたので、体調を崩しやすい、時でもあると思います。どうぞ健康管理にお気をつけながら、良い時をお過ごしくださいますように。また来週お会いしましょう。